安倍総理が設置した有識者懇談会による報告書の提出など、今週から大きく動き出す集団的自衛権の問題が野党再編にも微妙な影を落としています。中継です。はい、来年の統一地方選までに自民党に対抗できる野党の結集を目指す動きが出てきていて、ここでも集団的自衛権がキーワードです。 まず民主・維新・位の中堅議員が集団的自衛権の部分的行使を認める勉強会を開いていて参加議員は再編の呼び水になると意気込んでいます維新と結も安全保障政策で最終調整を進めていて今国会終了後に合流し秋の臨時国会では民主党を抜いて野党第1党として活動したい考えです 民主党の一部とも合流し、100人規模の結集を目指しますが、あとは民主党が割れるかどうかというのが実情です。民主党でも統一地方選を睨んだ政治塾を開講しましたが、ある幹部は海江田代表続党で困る地方議員はたくさんいるとして辞任を求める動きも出ています。ただ、続党への意欲は強く、会期末へ向けた海江田卸の動きが野党再編の鍵とも言えます。